トラオバおつまみシリーズ、のんべえなトラオバが簡単にすぐできるおつまみを紹介します。本日のおつまみは鮭のちゃんちゃん焼きです。材料は紅鮭の切り身、玉ねぎ、キャベツ、舞茸、白味噌、八丁味噌、豆乳、料理酒です。玉ねぎとキャベツをカットします。オイルをひいたフライパンに玉ねぎ、キャベツの順で入れていきます。キャベツはカットした半分の量を入れます。玉ねぎとキャベツの上に鮭を乗せます。料理酒を回し入れます。手でちぎった舞茸を入れます。蓋をして10分ほど蒸し焼きにします。その間にタレを作ります。お好みの分量の白味噌と八丁味噌を豆乳で溶きます。キャベツの水分で鮭が柔らかくなってきました。タレをかけて残りのキャベツで蓋をするように鮭の上にかぶせます。蓋をしてさらに蒸し焼きすること20分。簡単に鮭のちゃんちゃん焼きが出来上がりました。本日のお酒は杉井酒造さんのほのほです。自然栽培のお米と蔵付き天然麹菌を使用した木元作りのお酒です。精米歩合は 90% ということで、お米の旨味が贅沢に味わえるお酒です。口いっぱいに広がる豊かな酸味がコクのある料理によく合います。味噌の甘さと野菜の旨味が鮭に柔らかく染み込んで美味しいです。寒い季節にぴったりのおつまみができました。